こんにちは、なほねえです。今日は、湯ざわ屋さんの店頭模様講習会に行ってきたので、そのお話をちょっとと、あと購入品を紹介したいと思います。 えっと、店頭無料講習会というのはですね湯沢屋の、まあ、ある地域の方でしたらだいたいどのお店でもやってるかと思うんですけれども,もそのお店のホームページに行くと「今月の店頭講習会」というふうに書いてありましてで編み物とかねあのビーズとかレジンとかなんかいろんなものいろんな種類のものがあるんですけれどもその中でも私はこの えと特に浜中の先生が来る講習会が月に一度ありまして、それにもうね、2年くらい行ってるかな。月に1回で、うんと、まあ、あの、毎回行かなくても行ける時に来ればいいよっていう感じなんですけれども、一応毎月テーマがあって、 でそののののテーマをのものをやるのが基本なんですけど私の場合ちょっと先生に無理を言ってちょっと先月の,あのワークショップ出られなかったんで先月の分がやりたいんですけどと言って、えー、今日は先月のワークショップのものをやらせていただきました。ちょっとその紹介ですねで浜中の先生が教えてくださる講習会なのでえっと 工賃料は無料なんですけれども、材料を湯沢屋さんでその場で買わなければいけないんですね。で、えー、浜中の先生なので、毛糸は浜中のものを買ってくださいという一応ルールになっております。で、今回、えー、ちょっと私がその無理を言ってやらせていただくのがこちらのモチーフつなぎ四角モチーフつなぎのバッグ。 <laughs> というやつなんですけれども、まあ、こちらには浜中さんのウォッシュコットンクロッシェ 25g 玉って書いてあるんですがもうこれ夏糸みたいで先生に他かでなんかこれぐらいの糸だったらいいですかって言ったらいいですよって言うんで探したんですけどやっぱ冬物の糸だともうちょっと太かったりとかあとはあの浜中さんじゃないメーカーのもの しかなかったんで、それだったら、このね、いつも使ってるピッコロにしようかなと思って、えー、ピッコロを選んできました。こちら、ちょっと白黒でわかりにくいんですが、ベースの色が2玉と、あとこのモチーフが2色なんですね。これ、同じ色に見えますけど、えー、と交互にこうなっている感じですね。2色で、えー なっているのでそれが0.4 0.4玉玉こちらの場合だと白とライトグレーと薄紫っていう感じですね。で私は色は好きなのを選んでいいよということだったのでじゃじゃんやっぱりピンク <laughs> そしてこちらのねえっ、ー、とサーモンサーモンピンクというかあのサーモンオレンジというかこれがね可愛い,いなと思ったらなんと ネジネて40%引きラッキーだったんですよ。で、えー、今日は割引券をどれを使おうかなと思ったんですけどこピッコロ自体がそんなに高くない系統なんで、えー、定価でも300円ぐらいですかそれなのでえー、っと今日はあの20%引きのクーポンを使ってみました。そしたらですね お会計が終わってしばらく経ったら LINE に40%引きのクーポンが来たのでガーンとちょっとなってしまったんですけれどもまあいいやということで、まあ、ピッコロさんは、まあ、そんな高くないからね20%引きにしてみましたはいでそのねあのレッスンが終わった後に売り場を見たらすごものすごい数の新作系統が出てて特に浜中りあ浜,中浜中じゃないや あの湯沢屋オリジナルの毛糸がすんごい可愛いのがいっぱいあったんでそちらの写真はインスタの方に載せました、えー、よかったら見てやってくださいはいでこれと他はね何も変わってないんですよでまたクーポン券この間のねこの3、えー、今月いっぱい使える3000円以上を買うと安くなるよっていう系統ね これはでもバラだと25%しか引かないから <laughs> 3000円以上だしあんまり使わないかなと思うんですがあとですね2010、えー、月のうーんと15日から使える40パー引きのクーポンがついてましたそしてチラシを見るとそうこのクイーンアニメも、ね、なかなか良さそうですよね、えー が目立たらしいものはないかなあ。ミシンがいっぱい出てますよ。ミシン欲しい方いらっしゃいましたね。私もさっきちょっとちらっと見ましたけど、やっぱ3万8000円ぐらいですね。ここら辺のまあ、お手頃価格なのは？それに。友の会会員で本県持参の方はミシンで b 級クーポンほうほうほう。これがこうなる。これがこうなる。なるほど。 3万円以上だと5000円引き、5万円以上だと1万円引き。有効期限9月21日から10月31日。ちょうど今日からですね。まあね、い,いっぱい使うんだったら、やっぱここら辺のやつがね、いいかなと思いますけど、通常使うぐらいだったら、ここら辺でもいいのかなと思いますあ。これ良さそうだね、シンガーのアニュドールアルファ。そして裏は ここら辺は？ま、エチノとかも安いんだね。ハロウィンのカットクロスとかも出てますね。そう、いろ,いろ出てますよ。そしてあここが毛糸ですね。あそうながらがね。30%引きとかなってました。この辺の新作ね。あとうんあ、もうフリーソックは580になったんですね。 そう、なんかね、ものすごいいっぱい種類が出てましたんで皆さんお近くの手芸店に行こう。<laughs> 湯沢屋があったら湯沢屋に GO! ですけどねまあこんな感じです湯沢屋さんはいで今日は何をやるかというとあいや、えっと、どんなのができたのかなっていうのをまずお,お見せしますねえー、っとこういう感じにじゃじゃんなりました 見えますか一応ね、幅が、このレシピ通りだとえー、っとかぎ針2号なんで、もっとちっちゃい幅1 8センチ深さ1 9 5センチのものができるんですが、今、この、あのー、なんだっけ、ピッコロで編んだ場合、私のゆるゆるお手手でですね、3 0センチぐらい幅がございます。<laughs> なので 1 8ンチだとあちょうどモチーフ2つ分この2つ分ぐらいですねこのレシピ通りに作るとこの2つ分こうある感じのちっちゃめバッグになるんですがこの、えー、とピッコロさんで作ったら幅3 0ンチなので結構日常使いにできそうなバッグがで,できる感じですね。 でまあ、このすけすけのままだと内布をつけないと内袋をつけないと外れちゃうなということで、えっと、ちょうどね無印良品に行く用事があったんでこれに合う袋はないかしらと思ったらエコバッグのコーナーにですね、えっと、レジの目の前にありましたエコバッグのコーナーに、えっと、3種類大きさのものがあったんですが。 これがね、一番大きい。あ、見えないね。<laughs> 一番大きいのはこれ。本当にお買い物に使えそうで、ちょっとこれはやりたいことがあるんで、えー、これが250円。で、その下のサイズがこちらなんですけど、真ん中ね。これなんと、見てください。ジャストサイズ。ジャスト30センチ。みたいな感じなので、この大きさに合った、 高さ123やっぱ3段だね3段でえここちょっとね細編みみたいな模様編みがつけばなんとこれはぴったんこになるのではないかということですねなのでこれを頑張って編んでみたいと思いますで私ね、えー、レース編みとかこういうモチーフ編みこう1個は作れるんですよただこうつなげるのが いまいちよく分からなかったのでそこら辺をね先生に詳しく聞きたいと思って今日は習ったわけなんですねこんなあのちょっとガーリーなタイプはあんまり私はあの作ったことがないんですけれどもとりあえずやってみたかった <laughs> 教えてほしかった、えっと、今日は本当はねあのリフ編みのスリッパルームシューズを作る予定で他の方々 リフ編みのルームシューズ一生懸命作ってらしたんですけど私多分それ作ってもあまり履かないなと思ったんでこちらにさせていただきましたんですが、うんとねモチーフ作るのは皆さんできますよね大体えっと編み図が読めないっていう方もたまにいらっしゃるんですけどまあちらちらっとですけどこ,うこんな感じの編み図なんで そんなに難しくはないですね。鎖編みと、えっ、ー、と、長編みの玉編みと、細編みができれば、誰でもできる。まあ、説明しますと、えっ、ー、と、長編みが、えっ、ー、と、立ち上がりを1と考えると、あと11目作って、その次、 玉編み、鎖編み3目、玉編み、鎖編み3目っていうのを作った後、今度鎖5目で、細、えー、編み、鎖5目で細編みっていうのをやって、その次に、まあ、玉編み、鎖編み、玉、えー、細編みでくっつけてみたいな感じなんで、まあ、それぐらいの編み図は皆さん読めますよね。で、問題はここら辺なんですよ。<laughs> ここここら辺のね繋ぐところ、えー、とろえれはですねこっちちらっとですけどこ,こんな感じのこんな感じのねえっ、ー、とうろこ模様の <laughs> レシピなんですけれどもえっ、ー、とまあ真ん中から作ってって。 本当はこういう感じで一列下一列作ってつなげてその次ここの段の一列作ってつなげてっていう風だったんですけどとりあえず4枚先に作ってここのつなぎ目のここのところがね一番難しいからここを重点的に教えてもらいました。でえっ、ー、とまあ、えー、と私はモチーフを作って2枚3枚4枚作って。 後にここつなぐのは最後まとめてつなぐまとめてつってもこう1個ずつつないだんですけどその時にまあこれは普通にこう4つつない4つ作りますよね1個目で2個目のこれの時はここからこう作りながらここで横でジョイント横でジョイントもね結構簡単だったんですよ。でまた作って で次もここ横でジョイントですよね。で、それで一周してきて、最後こっちにもつなげるんですけどあ、それで、えっと、3個作ったら4個目からこの下でもジョイントしますね。で、えー、2個、うん、2段目ですね。またこっから作って、今度ここ、ここと、ここと、両方チェックポイントなんですけど、 ここでつなげるときは、あ、ここでつなげるときはそうでもないんで、普通につなげればいいんですね。で、ここの、ここの <laughs>、一番こう、入り乱れてるところですね。これ、うまいこと、なんかお花っぽくなってますけど、ここでつなげるときのポイントがですね、先生曰く、この裏側の一番最初の、一番最初の目って言ったかな、こう、 ジョイントされてるところの、あの、縦に2本、縦に2本 <laughs> 線があるところをぐさっと刺して、引っ掛けて戻ってきて、そして繋げるときれいになると言ってました。これ実際にね、やってみないと、口で説明してもあんまりよくわからないんで、まあ一番のポイントはここですねと言ってましたんで、 ちょっとこれからね、一つモチーフを作ってやってみたいと思います。えー、ここのモチーフ作るとこまで飛ばしますね。 はい、今、モチーフがここまでできました。えー、っとね、多分、編み図が読めないって言っている方はですね、多分、ここら辺の、ここら辺の、えー、角んところがわかりにくいのかなと思うんですけれども、えー、ちょっとこれは、また、えー、っと、今度やりますけれども、 もし、編み図がわからないっていう方、どこら辺がわからないのか、<laughs> 具体的にコメント欄とかで書いてもらえたり、インスタでここら辺のがよく読めないっていうのをね、言っていただければ、説明、私のわかる範囲で説明したいと思うんですけれども、編み図が読めると、やっぱりあの、作る作品の幅が広がると思うし、見てて楽しい、あのよ うん、編み図を読み解くのが楽しくなると思うんで是非編み図を頑張って読めるようになってください <laughs> でですねえっとあと1段分ですねうーん最後今度こうつなげながら最後の1段はつなげながら編んでいきますね。